メトロニュース。大阪メトロの新しい沿線情報誌メトロの、みんなはもう手に取った？大阪メトロ散歩、歩きメトロ、オムレツの3紙の発行を終了して新たにメトロのとして生まれ変わったの。利用者目線の情報発信にこだわって、大阪メトロを身近に感じてもらえるような情報誌を目指しているんですって。大阪メトロの情報、大阪メトロのトレンドといった、大阪メトロの〇〇を発信する情報媒体っていう意味を込めて、メトロのって名付けたらしいの。素敵ですよね。そんな素敵な思いを持ってメトロのを作った担当者さんにおすすめポイントを聞いてきたわ。メトロノでは、これまでの情報誌で紹介していなかった大阪メトロの情報をふんだんに盛り込んでいます。また、これまでの情報誌を継承したオムレツウォークやあの人がいた場所といった2つの連載もおすすめです。そして、お出かけ先で簡単に情報をチェックしたい、情報誌は気になるけど持ち運びに困るといったお客様のために、インスタグラムでの情報発信もスタートします。ぜひ皆様、メトロノをチェックしてみてくださいね。メトロノは年6回、奇数月の10日に発刊されるみたいよ。次のメトロノも楽しみね。創刊号からコレクションしていこうっと。そして、今回のお出かけ情報はメトロの創刊号で紹介されているお店の中から、担当者さん一押しのお店を紹介します。大阪メトロマニア。2023年1月にオープンしたスタイリッシュなスタンド、ジャポニ。店主が繰り出すジャンルレスなあては、なんとほとんどが日替わりなんです。ナチュラルワインなどのお酒が進むこと間違いなし。御堂筋線中津駅5号出口から徒歩約5分。ぜひ行ってみてくださいね。最後まで見てくれてありがとうございます。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。